13番に貼っといた。もう準備しとくか。で、6番にあるホームページの9時になったらスタートということで。で、まあ記録は書いてくれれば一応乗っけとこうかなっていう感じ。だから乗っけ、まあ書いてくれるとありがたいかな。最低でもまあ最初と最後だよね。最初と最後で。あ、あと10分。いくらチーズ。参加者はどんなもん。14番3人、今と3、俺と野中さんと西洋さんの3人今のところは。今のところは3人です。今20時48分。まあ後から参加しても全然構わないです。あと10分だね。じゃあ俺ちょっとトイレ行ってくるわ。トイレ行ってくる。とりあえず記録だけ書いていてくれれば。記録書いておいてくれればね。よいしょ。
53分ですね。今戻りました。さて、そろそろスタート位置につきますか。名前らしい、名前は勇者でいいや。勇者った。まあいいや。はいはい。はいはい。始めたならチェックしとくわ。セイロスチャンネルを見つけたんで、すごいなこれ。セイロスさんの、セイロスさんの、セイロスさんのあれすげえな。ウェブカメラ。ウェブカメラ来たな。でもやけに綺麗に映、綺麗に映ってるよね、ウェブカメラで。石黒本気出せやって。よいしょ。キャプボナイ勢旅立ち。旅立ちだな。キャプボナイ勢の旅立ち来たな。キャプボナイゼの旅立ちきましたね。画面を直に取り込んでいく。取り込んでいく。野中さんのチャンネルが繋がらないな。野中さん、あ、繋がった繋がった。ちょっと待って、俺もそこまで。あれ、どっから、あれ、どこだっけ、あれ。あれ、あれ、ちょっと待って。あれ？どっからだ？ちょっと待って、飛ばしちゃった？自分で言っててなんだけど、あと、ちょっと準備しないと。どうなってる今。ちょっとカメラで。ここだ、これだ。スタート地点はここだ。勇者の、勇者の旅出しですよ。
今20時58分57秒今59、あと1分でスタートです。あと1分でスタートであります。16にある時計でいきます。あ、16で10、ごめん、6番にある時計でいきます。あと30秒です。準備しよう。あと20秒。あと10秒。3、2、1、スタート。大人気だな。しゃあないんでね、まだ倒せない。あと1ぐらい、1ぐらい上げておきたいけどね。あ、最後だね。最後は忘れてた。ごめんテンパってた。カウンター動いてないとってたろ。だけ遅れちゃった。何秒遅れぐらい？ 30 秒ぐらい遅れた。あ、書いてあったわ。1分だね。1分。あ、やべ、ちょっと待った。やべ、間違えた。買うの忘れた。買うの忘れた。おい、これもロスったな。完全にロスった。やじさん、クリアしたでしょ。あ、違う。まだ戦ってる。よし、やっときたな。完全に完全にしくじった。これモードの違いでないの？一人だけドットプレイで、いや、ない、大丈夫だよ。大丈夫、ドットプレイいるけど大丈夫だよ。そんなね、差つかないし、そこまで差つかないって。細かいことは気にしないでいいと思う。27番。あ、間違えた。大工に話さなきゃ。大工に話さなきゃいけない。あ、やべえ、倒せない？おぶねえ！あぶねえ！ギリギリ倒した。ギリギリ倒したな。危ない。あ、変わっ、あー、危ない。
こっから多分ね遅くなるんじゃないかな。あーやばい、ああ金がね、金が足りんかった、金が。間違えちゃった、金、金が。あ、いいのか、あ、じゃあいいのか、あー、やつがクリアしたか、やべ、ちょっと差がついちゃったな、ちょっと差がついたな、お金が10足んなかっただけです。結構差ついちゃった。金、金10足んないとか。最高記録を出しつつも、出しつつもロードで追いつけないっていう。ロードで。あ、やべえ、ハイタピに来ちゃった。あ、コンボよかった。あ、やべ、倒せるかな、あ、倒せない。やべ、吹っ飛んだ、吹っ飛んだ、村が燃えてしまうな、どう、あれ倒せない、やっちゃってるな、完全に、完全にやらかしルート、やらかしきてるな、完全にやらかしちゃったな俺、完全に、何かな、やばい、かなり焦ってるな、あーそっか、あ、終わった。死んじゃった。もう完全にさ、これもう落ちたな、今のは、今のロスは痛いな、金が足んなかった、石尾の買うんじゃなかった、石尾の、石尾の買うんじゃなかったな、石尾の買っちゃったもんな、
遅すぎだな。でもニューレコードって早いんだ。それでも早いんだな。9分42になってるね。俺が8分だから。ちょっと前のマップ、先のマップ行ってるな。リチャード雇えね。あ、やってるこれで。氷の斧はいいから。また押しちゃった。一回ほとんど装備買ってないけどね余裕なくてほとんど装備買ってないけど、よっ、あ、そうか、これゴージャスの夜なんですけど、負けた？マジで？なんで？マジで？負けたの今。嘘。今俺全然勝ってると思ったのに。マジかよ。飛んだんかあれ。あぶねえ。残り。あ、でも、ニューレコードを更新しつつ切ってるな、自分の。あ、そっか、最初だからか。最初セーブ消したからか、ニューレコードになってんのか、これ。あ、そっか。
あ、あれ、あ、そっか間違えた。こっち行って、こっち、こっち。やべ、セイロスさんがちょっと同じぐらいか、俺と同じぐらいの。ガチューさんがちょっと早いから、俺一回死んじゃったから、一回どころか、一回だな、一回死んじゃったからな。破滅しちゃったから。これさ、これ助けなくてもいいのかな、これ。あれ？銅像、あ、一方は残ってるのか、これ。ちょうど村が破壊される前に終わんなかったな。裸になった。あそこ行ったか、あのデンジャーのとこか、ハエたたきデンジャーか。だいぶ進んでるな。俺3面ぐらい早いのか、3面ぐらいかな。いや2面か、2面早いのか。俺もハエたたきルート行くか。ハエたたきルート、あえて海行こうかな。海行ってみようかな。海行こうかな。気をつけて。テンパるね、なんか。なんかテンパるな。シルバーの武器を買い、これ貯めて、シルバーの武器を買おうかな。シルバーの武器を買って、ちょっと。全然
やべやべやべ、まずい、間に合うかな。あー、うそー、間に合わなかった。やらかしたな。うそー、間に合わなかった。2回目だな。やらかしたな、完全にやらかし、やらかしだな。やらかしもいいとこだな。完全にやらかした。いけると思ったんだけどな、いけなかった。回復力どこに使っちゃったんだろうね。持ってたつもりだったんだけどね、回復薬。回復薬持ってたつもりだったのに持ってなかったな。ここで使っちゃってたのか。まずいわ。2回死んだな。まさか、まさかあんなとこで死ぬとは。ここか。どうしよう。あー、でもリクルって言った方が簡単なんだよな。あ、間違えた。生えた時持ってくるの忘れた。生えた時持ってくるの忘れた。じゃあ海行くしかねえか。間違えたな。生えた時忘れちゃったよ。生えた時持ってくるの忘れた。この選手に勝てないからね。どうせポーズで倒すのに稼がなきゃいけないから。いやー、生えた時忘れてくるとか。待った、これあれ戻せないんだっけ。やべ、やっちゃった、完全にやった。あー、いたなー。あー、やべ、やっちゃった。これいなかったっけ、ここ女神像。これはやばい。これはやばい。取れる可能性が。あれ女神なかったっけ。ウィルーでやったらちょっと痛かったけど忘れてたな。セリフしかないか。どこだけにいかないかな。どこだけにいかないな。あ、間違えた間違えた間違えた。あれあれ、女神の触るの忘れた。女神の触るの忘れた。あ、追いつけてないや、一つ追いつけた。
触るの忘れたとか。だっけ、まず11ぐらいないと勝てないんだよね。確か。やらかしたな。これあっち行ってメダルじゃないと終わるからな。しゃーない、海ルートだ、完全に生えた敵、生えた敵忘れていくっていうこの悲しさ。あれ？粉強かったっけ？粉強かったっけ？これリトライだな。リトライでしょ。粉強かったっけ？どこだっけな、どっかでシルバーリング、雪国まで行ってるかも。早いな、雪国まで行ったか、竜の島か。間に合うかな。あ、間に合わない。あ、陸と海の分かれ道。俺書いて、メモってねえな。まあ、後で書くわ。違う。もうテンパりすぎてる。ダメだ、テンパりすぎてるわ。
あぶねえ。ドラゴンスピアーか。まだスイマーで行ってんだっけな。いや、スイマーじゃダメだった気がするな。あ、もうスイマーだった。ここスイマーだ。スイマーでよかったんだ。行けたっけな。行けるか。もうちょっと行ってもよかったかもしれないレベル。ここはなんだっけ、ここなんだっけ。
確かなんか何だったな、何だった、誰か助けるんだっけ。そういえばがいて剣士さんを助けてくれるみたいな話だった気がするな。あ、間違えた。あ、なななな、ちょっとなんどこ入ったの。なんでどこ入ってんだ。間違えた、シルバーソード買っちゃった。間違えて武器買っちゃった。なんで買ったんだろう、武器いらねえよ。次で俺白木大地か。31分経つやったら37分ぐらいか。あ、違う、雪崩峠だった。強かったっけ、あんなに、あんなナダルのやつ強かったっけ。あ、じゃあマンモスは勝てない、マンモスは勝てないはず。白木で30分、もう10分ぐらい差ついてんのか。10分差か。
とマモミがいないんだっけ確か。あれマモミがいない枠なんだっけ。ちょっとまたやべえ、どういう状況だか覚えてないな。なんだっけ、何すんだ結構。あー思い出した、これあれか。そっか、ここに魔物がいるから、リトライしないとダメだね。あーなるほど、そういうことか。思い出した、魔物がいないからってことだね。そうだ、後で見とくわ。後で見てきます。チェックポイント。3。後で見とく。よいしょ、34。ごめん、まあ、あのね、死にすぎてテンパってね、過ぎちゃった。見てなかった、ちょっと。見てなかったんだよ。悪かったもんね。録画見て書いとくわ。
負けんの？これ負けちゃうか。負けちゃいますか。あれ？こんな強かったっけ、こいつ。こんな強かったっけ。あんな強かったっけ、このボス。完全に上だって出たんだけど。弱すぎる。もう4回死んだからな。4回。よし、水門パニック。覚えてね。覚えてね。水門パニックとか何するの。間違えた。どこの兜だ。どこだっけ。正解は ハンドルなんだ。俺は覚えてない。どこだ、ゴールは。あ、いや、ハンドルが正解か。ハンドルが正解だった。あれ取れないよ。あれ、道開いてますね。え、どこ、取れないぞ。え、どうやって通るのこれ。あれ、通れないんだけど。ちょっと、どうすればいいの、あれ。あれ、どうやって通るんだっけ。通れないぞ。間違えた。そっか。ないな。なんか確か仲間がいたはずだな、これ。
なかったっけ。あ、最近ギリギリで戦うのが怖くてしょうがないな。やらかしてるから。来たな、もう野中さんあそこまで行ったか。セイロさんは雪のとこか。さらば悪道が51分か。1時間ぐらい行けんだね。でもやらなければ俺ももうちょっと先に休む。野中さん追いつかないかもしれないけど、もうちょっと行くかな。もったいなかったな。死んだのが死んだのが死んだのが死んだ。このマップは何するんだっけな。戦いながら思い出す。あーあーあれ、量が震えるから岩を見てくださいね。前もって思い出したわ。思い出した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 。こっちだ。
道三人衆まではまだまだ先だな。あ、やべえ、沼にハマっちゃった。沼にハマってくる、帰ってくる。死んで帰っていく。一回稼ぐか、これ。ハマってる。なんでこれ？バグ？うお、ちょ、なんでハマってんのこれ？なんでハマってんのキャラが？おい、おい、なんでキャラがハマってんだよ。動けねえぞ。なんだこれ？何あれ？沼地にハマったのあれ？バグ？なんであれ動けないのあれ？いいんだお前。あれ穴残ってんの？なんで動けないんだよあれ？ハマってなかっただろ今。完全にハマってなかったのに、なんで岩は動けなかったし、いやーガッサンハットかひどいよね。これハマってるのはわかるよ、ここでハマってるのはわかるけど、なんか陸地の上でハマって動けなくなった。いや悲しすぎる、悲しすぎるの。どう考えてもバグ、あーバグ、しゃあないや。お時間ギリギリな、あ、間違えた、ちょっと待って、しまった、ちょっと時間足んないよ。そっか、俺ストップウォッチあれだな。見ながらでもよかった。ちょっとね、お、今度ね、忘れちゃったんだよ。ちょっとだけね。あー、なんかあったな。こんなとこあったな。これ。覚えてるよ、こっち側ルート行ったよ。250くれってたね、バーバラは。250くれってたね。
校に行く必要はないような気がした。雷帽子って、野中さんどこも行った？もうクリアまで行った？もう最後のとこも行ってるな最後のとこも行ってる。これ悪魔さん20違うな、違う。ドラゴン助けるとか、浮き輪でもクリアできるやろ。ラスダンは一度転げると戻りがでかいかな。まずまずついに頭まで仲間を助けてくれてるね、これね。三人衆か。いや中差し、あーでもまあ余裕だろうな余裕だろうな。時間出てきてやった。どれが正解だったか忘れた。間違えた。そうだ、これ右押して前も右押して死んでた俺。そうだ思い出した、前もこれ右押して死んでたんだ。あーもうあ、ダメだ、時間が。はよ稼い、レベル上がりすぎた。
お、勝てなさそう。勝てなさそうである。いけるかな。よし、武器魔王か。懐かしいのもいいから、武器魔王、あの武器を大好きだって集めてるやつ。ここまで来たか。ここ俺最初にやった時も全然ダメだったとこだな。これそんな負けたな。普通に飛び変わんねえんかな。俺バカな、飛び変わんねえかな。よね、このそういえば助ける方法全然調べてなかったわ助ける方法、助ける方法調べてなかった。これ確か下行くんだ。まず町に行って、魔王ハテナ、魔王ハテナを倒していく。本当は違うのよ。サーシャ、サーシャどこだ。きっとそう、石碑だ、石碑、
セキフィリケツだな。友達だよね、友達だよねはわかるんだけど、あれ？友達だけどどうやってサーシャ助けるかがわからねえ。でもサージが、サージが分からないから、さよならサージだ。あ、こいつ強かったっけ、そういえば。こいつ強かったな、そういえば。あ、そうなの？へぇー、ヨネラちゃんありがとう。そうなんだ。逃げる、マジで逃げる、全身逃げる全身でいいんだ。へぇー、知らなかった。ありがたいわ。おい、おい、知らなかった、それ。知らなかったわ。なんか他に方法あんのかと思った。やばい。やべ。まさかこいつ勝てないか。もっと、もうちょっと上げないとダメか。ここに来て。初めてのシーンです。27ぐらいだっけ？なんか。まあ、最初幸せになって、あの世で。しゃあない。死神も強いね。強いから困るよな。分身みたいなの出てからかなんかね、これがうざいよね、分身みたいな。はい、倒せた。よかった。おう、ダメ勇者、嘘つき、嘘つきいただきました。もっとかかるかと思ったらそうでもないな。1時間ぐらいいけるもんだね。最後のとこ来た。あ、武器変えてねえ。まあいいや。武器変えてねえ。あ、こいつそうだ。あの鳥が強いんだよね、確かね。鳥ね。思い出したわ。ちょっと、ちょっとは稼いでないと。あの鳥に勝てないんだよ。4ぐらいの音勝てないんだよ。鳥が強いんだよ。4か5ないとあの鳥勝てないんだよ。まだ勝、まだ勝てない。嘘、まだ勝てないの。 6?6 か。勝てねえ。アイテム取れねえし。あれ、俺これこの武器がやべえんじゃないの、これ。武器、武器がやばいんじゃない。この武器やばそうだな。レベル相当上げないとダメなんじゃないか、これ。
最初落としたお疲れ様でした。やつさんおつ、ありがとう。なんかさ、あれだよね、武器が、そう、1時間少しでクリアできるゲームやると3、4時間かかると、あ、間違えて死んじゃった。そうそうそう、1時間ぐらいやったな。錆びた剣、間違えて錆びた剣で来ちゃったんだけど、俺。錆びた剣で来たから全然、どうしよう。これマップ戻っ、あれ、マップ戻っていいって言ってたっけ？いいんだっけ戻っても。マップ戻ってもいいんだったら別に普通に海王のあれ掃除するけど、俺錆びた剣になってんだけど。俺。いや、だからやけに弱えなと思ったら錆びた剣なんだよね。そのまま来ちゃった、俺。来ちゃった。どうしよう。これだったらここ勝てるかな。でもここで相手武器取れるかな。余裕のナメプ。ナメプどころか死んでるわ今。いや、ああいう武器手に入るからそこだよね。それに期待するしかねえな、ちょっと。武器に期待するわ。しゃあない。しゃあないよ。あ、間違えて死んじゃった。おお、あ、そっか。あれがあったんだ。ゾウあったんだ、ポータブルの。配信中ゲームをミュートだった。ごめんなさい。ポータブルがあったからよかったわ。助かった。あれ、どこで検定に入んの？まだ総分先か、これ。検定に入んの先か。ポータブルもなくなっちゃったからな。70ぐらいまで稼がないと。あれ、ここ誰もいない。あれ、ここ誰もいないんだっけ。どこだ、あとどこだ、仲間いんの。下にもいたな、それは。はい、サビだけで10万6万十何個分。100万石、まんじゅう100万石ぐらいっすよ。真の権威できてないのが範囲だな。そう、だからあれでしょ、あそこ、サーシャを助けるでしょ。サーシャを助けなきゃいけないのになってるね。倒せた、倒せた。あー、厳しい、無理だ。無理だ、カブトムシ倒せねえ。カブトムシ倒せねえ。やばい、時間がやばい。おお、ちょっとどこに出んのっちゃったねえな、今の。後ろ、前に出んのかよ。前に出やがって、後ろに出たら勝てたのに、前に出たから、前に出たからダメだった。今なんで前に出た、後ろに出たんだろうね。戻されたなぁ。戻されて死んで、戻された。もはやレベル頼み。セルさんがまだ頑張ってるから、まあいいよ、しゃあないよ。レベル頼みでレベル上げまくってなんとかしていくしかねえ。錆びた剣から脱出しなければいけない。あと1回ぐらい戦えてる気がしてくださ い, 1回ぐらい戦えてる気がする。やばいときはこれ2回。錆びた剣弱すぎだろう。戻っちゃいけないルールなの、わかんねえ。戻っちゃいけないルールだったような気がしない。あれリトライはいいけど戻っちゃダメじゃなかったっけ。確かわかんない、忘れ、どっちだったっけ。
どっちだったっけ、ちょっと自信ないから俺このまま続けてるわ。一応マップには戻らないでそのまま突入してるけど、あ、やばい、足が遅い、あ、死んだ、死んだ方が良かったよ。カブトムシが倒せない、あれ多分カブトムシのところに剣があるんじゃなかったっけな、あそこ多分カブトムシのところに剣があるような気がする、多分な、多分な、仲間も、仲間もう一人、さあ、あ、倒せるかな上の船、ダメージは食わないけど、ね、ダメージもなんか全然与えてないような気がするな、これ鎧か、あ、か、盾か、これで強いな、何レベルあればあのカブトムシ倒せるんだ、サビタケンね、敵はもう一掃できるようになったけど、どれ、行けるか、行った、あれ武器じゃない、あれ、あれ、これあれか、金欠来てくれ、金欠来ねえぜって、絶対金欠来させない、あれ武器ここじゃなかったの、ちょっと待って、武器ここじゃなかったの、どこだ、じゃあこっちか、ここは、あ、いないな、あれ、え、武器なし、もしかして武器、武器これか、これで行かないといけないのか、やべえ、限界まで上げられる、勝てんだろうこれ、限界まで上げないと無理だろう、さすがにやらかしたな、完全に、今 いくら ?800 か、絶対こいつ倒せんじゃない、こいつも倒せるか、47、いやーレベルちょっと上げられるまで上げてきた、彼は勇者ではない、そう勇者ではなかった、僕勇者だったな、持ってるのも棒だし、持ってるのも棒だしな、勇者ではなかったな、49、これ60ぐらいまで、6067ぐらいで倒せんだよね、私もで、この錆びた剣だからさらにあれかな、67から80ぐらいまで上げないと倒せないから、ペルさんも疲れんじゃないか、いずれこれやってたら、これやらかしたな、完全に、完全にやらかしたな、54か、あれ57だっけ、レベル勝てんのは67じゃなくて57だっけ、金だけは貯まってるか、おいのお金がなくなっちゃうような気がするんだけど、実際にさすがに、俺の金が1000だな、あ、100ずつ、1100ずつだから大丈夫、貧血にならない、貧血にはならないよ、
貧血にはならないけど、昔はつまんないレベルだけど、作業。悔しいけど、悔しいけど、レベル上げの作業をしていかなきゃいけない。わかんねえな、どこまで上げたらいいんだろう、これ旅だけんだからな、旅だけんだからどれぐらいで上がるかが全然わからないな。64、まさかの作業 TA ですよね、まさかですよね、まさか、まさかこんなハメになるとは思わなかったな。もう勝てる？硬くなってる。もういけるかな？さすがに。いってみるか。さすがに。あれ？左側になんか書いてあるけど、あれ？なんかあんの？いけるか。いやー、勝てない。全然勝てない。勝てないですよ。勝てない。勝てないんですけど66で勝てねえな、66で勝てねえこの子の台本これ何があんの、カブト、あ、そっか、カレンがいいのか、ここ、あと剣あるじゃねえ、ここにここに剣があるじゃねえかよやっぱ剣あったよね、どっかに剣あったなと思った、いやいやいや、剣あるじゃん、普通に。錆びた剣で行く必要なかったんだよね。錆びた剣、錆びた剣って言うじゃないですよ。ダッセー言われた。あそこにね、なんかあったの気がついたな、それは。じゃあ何でも勝てるだろう。はい、おつー。お、27分だから、1分プラス28、1分20、いやー、全然稼ぐ必要なかった。剣があったの。そして、剣を探す。いや、剣あ、やめたけど、いや、あった、そういえば、なんか、穴があったなと思って。この頃台本、錆びた剣 TN で知らなかったの言わなかったっけ、ということで、野中さんせいの仕掛けで、結果は私の勝ちでした。そんながめつくないよ。やったー。やったー。いやー。なかった、冷めた剣だけだったらどうなるかってことだよ。さっき飛ばされた時に見えた。クリアタイム。1時間、1分プラスするから28秒。00、ちょうど。いやー、もっと15分ぐらい前にクリアできたんじゃないの、これ多分。剣さえ気がついてればもっと早くクリアできたんじゃないのかね、最後のとこにあるっていうの。ありがとうございます。終わったわ。サーシャのシルル、あ、そうだね、サーシャのシルルでやってみようかな、せっかくだから、そうそうそう、教えてもらったしね、せっかくだからやってみようかな。見てないんだよ、作業分が無駄、ほんとだよ、作業分作業分無駄だな、作業分ほんと無駄だったよ。これ話さないでいいの、これなんか言ってるみたいな、倒せんのあれ、あれ倒せんのレベル高くなる、その目には剣があるよ、間に合え、いやもう間に合ってない、全
然間に合ってないステージが違うじゃないかも。のんびりいくよ。サーシャのやつ。で、村に戻って、村に戻って、サーシャに話しかけて、北の端に行く。で、ボスに。サブ剣だ、ダメだけど、死ぬ剣、HP は全然残してる。これがプロッタ。さ、ノーキーエンド。そして忘れられるセイドさん。いや、忘れてないよ、全然。全然忘れてない。全然、全然忘れてないから。いかないか。大丈夫、セイドさんまだ頑張ってるから。聞いてあげよう。よいしょ。あ、間違えてか、あ、間違えて立って買っちゃった。ちょっとやばい、間違えて立って買っちゃったんだけど。あ、ちょっと待って、あー、なんで立って買った、あそこで間違えちゃった。終わった、意外で盾買っちゃったから辛いわ。間違えて買っちゃったの。次400か。大丈夫なんだね。ジャンプで間違えてシールドいらないのに。お、来た。うっ。このモンスター。しかし泣いてるの、やっぱりこの子サーシャなんじゃないかな。どうするの、倒さないと先進めないわよ。そうね、倒せるわけないよね。ずっと友達いるって約束したもんね。しょうがないな、別のルートあるか探しましょうか。こればっかりは仕方ないものね。ん、錆びた剣が。おお、錆びた剣は勇者の剣となった。かっこいいね。お、間違えてさ、勇者ってそのまんまディコ取ってさ、なんかボタン押したら単なく勇者とかになっちゃったんでね。あなたがモンスターに戻ってしまったら、私は、あなたは真理教官に本当に行こうと。あなたいて、本当に良かった。勇者の続きで、あなたが真の勇者って認めてくれたみたいね。すごい力を感じるわ。これなら死神魔王にも勝ってるはずだ。もうちょっと話していたいけど、勇者の続きは許してくれないみたい。今度こそ本当に分かるみたいね。だけど私はいつでもあなたのことを思っている。だってあなたは私の友達なんだから、たとえ遠く離れていてもずっと応援してるから。勇者さん、ありがとう本当にありがとう。だから名前がかっこつかなかったな。勇者でよかったのにな勇者でよかったのにな。これさ、これすぐ倒せるのかな。なんか一発で倒せるのかな。結構苦労しちゃったからな。あー、余裕だな。やっぱこの錆びた剣よりは全然余裕だな。
翔太みたいな。ダメ。いや、いい話だった。いい話だった。やっぱ勇者だったな。お、優しき勇者実績。ありがとうございます。実績どんどん解除していく。今どこら辺だろう、あれ。あー、大陸渡ったんかな。大陸渡って、あ、違うわ。ここじゃん、もう。この城のところじゃん。もうここまで来てるじゃん。呪いと勇者まで来てるから、もう終わりだね、セロさんも。ということで。野中さんはオツでした。もうちょっと練習すればよかったな。順調に死んでるね。順調に死んでる。俺もちょっと見てるわ。アクオス。でもあれだよね。キャプも、だってあのさ、カメラでもさ、綺麗に映るんだね。テレビ画面ね。思ってた以上に。なんであら可愛い坊やで連打してんだよ。食べちゃいたいぐらいで。でも大体あれだね、初見ぐらいでも1時間ぐらいいけるんだね、普通に。いいゲームである。少し言ってない分岐みたいなのちょっとやろうか。助けないルートで、助けないルートでいける。あ、間違えちゃった。なんで時間戻したし。右押す癖が直してない。お、噴火前。
とりあえず噴火前にクリアしてみたっていうね。そうするとなんかルートがこっちは行ったことないんでね、俺。先生こっから大変だからな。最後の、あと最後のボスか。お、ここだ。俺ここ初めてだ。ゴーレムの谷。アイテムゲッター、薄のろゲッター。世界に進出する魔王モランド。ああ、地下に出たのは何の意味だろうか。道が眩しい。眩しい。眩しすぎて見ない気分。一戦僕らは何か。ならば、アトリエ世界に進出する。さっきの時に。不必要なんだよ。もしかしたら超古代文明があったことかしら。懐かしいわね。何をレディの年齢を感じるなんて言ってたね。さあ、それを見てこの時期はどうやらここも魔王の彼女が出ているみたいです。満身創痍者だと思います。超古代文明の力があれば魔王なんて女性の人にやってるんですよ。さあ、頑張って。この前の噴火の影響かしら。北の山に変な洞窟が現れたの。そうですか。あ、あれか。入って大丈夫なのか。あれは。あ、何が。ネジを手に。ゴゴゴゴゴゴゴ。あれ、なんだ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 、何が起きた。あれが古代文明。なんか1分しかないんだけど、 1分で1分しかないんだけど、1秒しかないんですけど、ちょっとあなたと話してる暇ないんですけど。お、ヘイロスさんが最後のマップに入りますね。ん？お前か。なぜ背中にネジを入れてくれたの。俺、お前、薄のろ。俺、名前薄のろか。お前、仲間、お前、ついてる。足速すぎる。あの岩邪魔か。俺岩怖い。だからお前少し待てって言ってんのか。どんな大地の切れ目に割れ目の希望のかけらと書かれている。超古代文明の遺跡だったのか。どれぐらいいけんだ。20ぐらいでいけるか。この先に立ち立ち上げる。おっ、メガトン岩石飛ばしてる。おい、あのメガトン岩石飛ばし強くないか。あれさ、あ、わかった分かった。あのメガトン岩石飛ばしをどうしたらいいかが分かったぞ。金だけ溜まっていくな。分かった。岩石飛ばしてたらこれ逃げるんだよ。やっぱり。こちらなんか。メガトン岩石飛ばし。
そう、まさかこの超古代の遺産を持ち出してくるとは。世界を救ってくれた俺はちょっと重いかもだけど、どうぞ。じゃあね。お、清流刀手に入れた。へぇー、その幼さはずっと圧倒的よね。すごすぎだわ。これでこれからの先をずっと逆に。え、あれ、そのさんの様子が何かやるかおかしいよ。しばらく動けない。お前に太陽ならマッサンだ。勇者たは後ろの背中のネジを回そうとする。ネジは回りそうだが、どうやら人間の力では回すことが可能。ネジのところに注意書きある。ネジは自動巻きです。機能の停止後200年ほどで発動が可能になります。200年後かよ。どんなネジ使ってんの。こういう落ちだったら後ろさんのネジで、後ろさんネジで動いてた。飛んだオーバーテクノロジーだわ。このまま置いていくのは忍びないけど、持ち運びにはちょっと重すぎる。でかすぎなんだよね。テカテカすぎなんだよ。まあ仕方ないから、宇野さん置いてて次行きましょう。彼の分まで頑張らなきゃいけないでしょう。45まで上がった。もっとかかるかと思ったけどね。そうでもないんだね、勇者30。1時間半、2時間ぐらいで大体終わるっていう感じなんだね。火山帯を抜け、勇者たがたどり着いたのは超古代文明の遺跡であった。その遺跡で古代の超兵器ウスノロに出会う。名前に似合わぬ凄まじい力で魔王を倒したのであった。自動なのにネジ式、超古代文明恐るべし。お宝ランド。からランに怪しいよね。まあとりあえずお宝ゲットして本当持ってずっと魔王を見て瞬間に。魔王はあんたが来る前に洞窟にお宝を随分ばらまいたって噂。この村には何もないが、北に行けばオアシスがあるから寄ってけ。魔王のばらまいたお宝は本当にしょぼい。ただ一つだけいいものがあるっていう噂。ちょっとこの前に変な洞窟が王の宝を狙って、南東の洞窟へ行ったようだって。へえ、呪いの仮面、こんなの売ってんの。飛べるんだね。飛べねえだろ。
けど、これでまた役者を抜けるよ。俺は砂漠の人からみんなのお礼で、じゃあ頑張ってね。勇者からエストップを取るんだ。私の鑑定に出てくる場所でちょっと逆らって、まあいいか、もしかしたら魔王の前に下がったかもしれないしね。そしてもいいじゃないかって気はしたけどね。なんかあまりも弱くてさ、あ、え、ここでもルート分かれんの？お宝探すルートあんだこれ。へぇー、お宝探すルートあるんだ。お、セロさんが最後ですね。まだお金が、お金がギリギリセイロスさん、お金がない、お金がない、お金がない。君にはキャップが足りてないんだ。武器取られちゃうんだよね、確かね。払わないと。みたいな買ってるでしょ。多分60、50、いや67、8ぐらいだよね、確かね。普通に倒せそうなレベル、倒せるレベルは。67あればいけるよね。あのね、お、2時間以内にクリアできるか、2時間以内にクリアできるか。おー、クリアした、クリアしたね、クリアしましたね。まだ続くと思ってたり、で早い人だから1時間ぐらいで、野中さんが1時間ぐらいだったもんね。だから早い人で1時間ぐらいで、普通の俺みたいな普通プレイヤーはまあ1時間半ぐらいで、セロサーみたいな初見の人はまあ2時間ぐらいでって感じで、もっとかかると思ったけどね、もっとかかると思ったけど、まあこんなもんじゃないかな。思ってたよりもあれだな、かかんなくてよかったな。2時間ぐらいですよ。そういうことでお疲れ様でした。ではでは、一応結果発表。終わりました。反省会。というわけで、お疲れさんでした。
お疲れ様でした。すべて終わりました。3人とも終わりました。よかったです。ただやっぱり昨日の今日でみんななんかお疲れ気味って感じだね。なんかお疲れ気味って感じだよね。あ、ここ、あ、お宝ランド終わったら普通にここ行けるんだ。大いなる翼に出るんだ。はい。せやさん、途中から読まないと分かんなくて普通に RPG 読みました。お姉さん連打してくれ見えたら失策。あー、お疲れ様。いや、見てたわ、俺。見てたわ。お疲れ様でした。いや、セロさんありがとうございます。でも、ちゃんとクリアできてよかった。はい、というわけで、ここまでで、一応、勇者30の TA は終了です。2時間ぐらいで。まあ、ほんとは3時間ぐらいかかるんじゃないかなと思ったけどね、後ろ俺とかさ。意外に早かったってね。集中すれば早いもんだね。俺、配信でやった時さ、すごい時間かけたのは、やっぱ読んでたからだね。しっかりね。で、アチルさんが、クリアしたのが、何秒だっけ、1時間6分22秒。で、俺が1時間28分ちょうど。で、セイロスさんが1時間53分30秒ということで。セイロスさんは3つ目書くの忘れたでしょ、多分。3つ目。3つ目のところ。28かな。マップ28のやつ。まあいいや。録画で見て書いとこう。録画で見て書いとくわ。じゃあそういうことで、中3の優勝ということで今回は。ありがとうございます。さて。まあ、勇者30はこんな感じで。まあ、それはいいんですけど、それはいいんですけど、ありがとうございます。うん。よし、これで、一つ。まあ、今日は、まあ、夏の、勇者33、なんだっけ、まあ、中日ということで、二日目ということで、まあ、予定通り勇者30をやったということで、明日はアンダートーですね。まあ、海の日ですから。海の日のアンダートーをやるということで、まあ、アンダートー勢の人はよろしくということで、はい。まあ、いいんじゃないのかな。ということで、以上ここまでという。あとは、次はっていうかあれだね。今度はパワープロ勢だね。パワープロ勢の、ここまでで終わったから、次はパワープロの話を貼っておこうかなっていう感じかな。ちょっと待ってね。どこだっけな。あー。今度は31日前だね。31日までにチームを作って、まあ私にスカイプか、まあアップローダーかどっちかに上げてもらえればなっていう。うん。どっちかに上げていただきたいなっていう感じかな。どれだっけな。それでペナントをやっていくっていう話ですよね。どれだっけ。まあ俺もちょっと最近あれだよね、サクセスセスしすぎて、もう、ちょっと頭おかしくなりかけてるからね。俺チーム、あれだな。PSP のパワープロ買ったんだけど、まだ参加枠あるかな。あるある。ケガニさん余裕である。余裕で参加枠ある。余裕であるよ。だって12人まで参加できるの。今誰が参加するかがね、ちょっとよくわかってないっていうのもあるから、ちょっと整理したいんだよね。整理したいんだよね、ちょっとね。一応次はこれだね。これだよ。これ。